どうもカイリンです。本日は山形県新庄駅に来ています。朝の5時33分ぐらい、こっから今回はですね、なんとすごい壮大な企画をやりたいと思います。JR 東日本の新幹線網はかなり東日本の中でもいろいろね、いろんなところを走っていまして、ここ新庄が、まあ、一応新幹線の、まあ、考え方によって山形県の果てなんですけど、例えば青森県にも秋田県にもありますし、甲信越側には新潟長野と、そっち側にも新幹線は伸びています。今回はその JR 東日本の新幹線も全部1日で乗ってみたということでですね、やっていきたいと思います。もうすごいですよね。とことは今から新庄に今この朝の5時にいますけど、秋田、青森、新潟、そしてまあ、上越妙高、この辺はでも全部攻めるわけですね。でその攻めるルートっていうのは1個しかないと、1日1回しかなくて、しかもそれは5時40分、つまり新庄に前日入りしておかないと絶対にですね、できない、乗れないというものになっています。では早速ですね、始発電車乗り遅れると、私は今ここにいることはパーになるので、さっさと乗っていきたいと思います。始発電車の翼122号は5時40分発で東京行きです。すべき1本目はこちら、翼122号5時40分発の新庄発東京行きです。こちら山形新幹線内全区間において始発列車、東京への先着列車になっています。新幹線っていうのは基本的に6時台から動き出すっていうのが法律的な決まりなのかな、一応決まってるんですけど、今回はですね、この翼122号、5時40分ということで6時より前じゃないかと。実はこのミニ新幹線に関しては在来線ということになるので、一応まあ定義としては山形新幹線ですが、まあ、それはあの名前がついているだけであって、本当では一応これ在来線特急扱いなので新幹線ではない。だから5時台から新幹線が動き出しているということになります。山形新幹線とこの先乗ります秋田新幹線に関しては車体の幅が在来線レベルの大きさになっておりまして、新幹線車両としてはちょっと小さいかなという車両をしています。ただ線路の幅は一般的な新幹線の線路幅になっています。さあ今回ここから新庄から始まって、まあ、昨日のね本当に最終列車で新庄に着いたんですけど、新庄からだって今から何でしょうね、東日本 JR 東日本エリアと言われるエリアはね全部行くわけですからなかなか土地狂ってるよなと自分でも思います。まあね、そんなことをね可能にしてくれる、やるきっかけを作ってくれるものも、くれたもの、切符があるので、まあ、そちらもね後ほど紹介していきたいと思います。まずはこの翼122号で山形新幹線内の区間福島まで乗りたいと思います。お見送りのお客様は黄色い線までお下がりください。始まりましたよ。雪降る新庄駅からのスタートです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は山形新幹線の翼東京行きです。電車指定席で自由席はございません。福島で山彦号と連結をいたします。次は大石田になります。車内は電気の上を含めまして、すべて軽くですね車内の紹介したいと思います。今回乗っているこの E3 系の2000番台という編成で、乗車しているこの E3 系2000番台は2008年に製造された400系の機械用の
車両になっています。なので、まあ、意外と新しい方の車両になってまして、このように窓がコンセントもついていて、 LED の液晶なんかと、いろいろついています。今東日本出している新幹線だと今後乗ります E2 系が一番古いことになっているかな。それからあとこの他に一世代前の秋田新幹線で使われていた E3 系は1998年とかそのぐらいにデビューした車両もまだ若干数残っておりまして、昨日のね夜の最終がそれだったんですよ。で古くてその列車はすごいね、座席も自由席のと元自由席の車両だと狭くてすごいね、まあ、乗り方じゃいいとは言えないというか、まあ、E8 系って今後ね3月16日のダイヤ改正で新しい車両が出てきますから、それで早めに置き換わると思うので、まあ、乗れてよかったといえば乗れてよかったんですけど、まあ、今回はねこのちょっと新しめな車両で、行くことができるようです。先ほどちらっと触れましたが、今回こんなですね土地狂った旅をさせてくれる切符はこちらです。旅せよ平日 JR 東日本旅キュン、これでキュンパスというやつですね。1日1万円で新幹線自由席、また指定席は2回まで乗り降り自由、乗り放題の切符ということでですね、まあ、当然これね使ってる人みんな考えると思います。いっぱい乗って元を取りたいと、多分いっぱい乗って元を取るんだったらね JR 東日本新幹線全部乗れば多分いっぱい乗って元取れると思うので、はい、今回ねこちらの切符を使っております。でこちらね、指定席は2回までっていうことで、今回の旅行この指定席2回までっていう制限がねだいぶ苦しめられるられた旅行になりますので、ぜひですねこちらの注目でございます。東日本の新幹線にはですね全車指定席の新幹線があります。この今乗ってる翼号や秋田新幹線小町号、また東北新幹線のはやぶさ号、北陸新幹線輝き号、こちらに関しては全車指定席になっているので、基本的にはこのキュンパスでは指定席の権限2回までのうちの、まあ、いずれかを使う必要があるということになっております。ただそれには特例の区間がありまして、特例区間を駆使してなおかつ指定席を使わないといけない区間もあるので、その指定席を使わない区間は使わないといけない区間はちゃんと使ってきれいに2回に収まるというね、本当に首の皮1枚つながったような神がかったプレイでこちら今回の旅が成立しておりますので、まあ、本日長い動画になりますがお付き合いいただければと思います。で早速ねお前なんでこの指定席の車両にお前自由席特急券乗ってんだよって言うと、さあこの山形新幹線内の区間に関しては指定席の空いている座席を利用することが可能です。そのため今回新庄から福島までの区間に関しては自由席が空いて、あ、ごめんなさい、この指定席が空いていればその座席に座って良いということになっています。この山形新幹線末端区間ではだいぶ空いているので、この指定席の空いている座席、あ、どこも空いてますね、こちらに座って一路福島まで行きたいと思いますが、ちょっと一癖あるので、実はですねこの新幹線山形でこの座席を移動したいと思っております。隣駅の大石田に着きました。実は途中の山形からこの翼122号のグリーン車に乗り移ろうと思っております。もう、まあ、いきなりこの列車をグリーン車に乗りたくなったかって感じなんですけど、まあ確かに乗りたくはなったんですけど、理由がありまして、まあこれ先ほど言ったようにですね、この私ともキュンパスの人間はですね指定席の空いている車両には乗れますよという条件で声に乗っけてもらってるわけで、今座っている12号車の8番 A 席に誰かスプを持っている人が来たらどかなきゃいけないわけですね。で実はこの翼122号は先ほど言った通り東京に一番先に着く列車で、今ネット上でもねかなり話題になっていますが、このキュンパスのシーズン新幹線激混みなんですよ。でこれね、まあ、まだこの全く感はいいとしても、山形から
東京方面に遊びに行くね人たちがすごいいて、指定席がね山形から先ほぼ満席状態、空いてても通路側なので、今この座ってる席も山形から誰か来るってことはねもう分かってるんですよね。でそれって結構ねこのデメリットだと思うんですけど、誰か来て、あ、私の席です、あ、すみませんって言ってどくのってすごい気まずいじゃないですか、お互いに。そう考えると、こう指定席も取っちゃった方がいいんですよね。ただ先ほど言ったように指定席の権限は2回までしか使えないので、もう2回ね使っちゃってると。なのでこれまた別個で買いました。2430円払って、まあ、グリーンなんでねちょっと高くなってるんですけど、じゃあなんでグリーンなのかというと、この山形福島間は100キロ以内の区間になっています。なのでグリーン料金が非常に安いと。グリーン料金1300円、これあの今の指定席制度、これ特急料金がちょっと安くなってるんで、今の指定席との比較だと700円差ぐらいになります。これ山形福島1時間かかって700円差だったら、まあ、グリーン乗るよねということになってグリーンを取っております。あとは指定席が純粋にキュンパスの影響でだいぶ混んでいるっていうのもあります。そうなんですよ、結構難しいですよねこの工程立てるので。その場合ですね、座席のみの発売というのはないので、この特急券とグリーン券の発売になります。指定席の場合は特急券と指定席券の発売になるということで、指定席の席料だけ払えばいいじゃないかというわけでもなく、特急料金もまあ払わされると。ただこの1130円に関してはもはや二重課金ですよね、これどっちも払ってるのでっていう感じになっております。まあ、これもね、あの仕方がないことではありますね、必要投資です。新幹線の特急料金でとはいえ結構値段が高いじゃないですか。でもこの山形新幹線は先ほど言ったように山形新幹線と言っているものの、これ在来線特急扱いなので値段も安いんですよね。普通新幹線1時間なんかに乗った2400円グリーンなんかこんな値段じゃ効かないですから、だいぶ安いです。なので、まあ、この区間での座席の予約のハードルっていうのは、まあ、別途課金してもいいかなと思えるぐらいのまだ値段プラス1500円とかで座席に指定できるという感じになります。まあ、普通のね山形から東京方面のお出かけだったら別にまあこんなことしなくてもね、行って帰ってくる指定席2回分でこと足りるんですけど、今日私みたいな土地狂った人間は指定席2回じゃ足りねえよということでね、これ別途買い足しています。で、ね、あの気まずくなってもいいよという方はあの別途ね課金しなくても普通にあのこの辺の通路側とかあったら多分山形からでも全然空いてるので、まあ、これはね、まあ、正直、まあ、無駄といえば無駄な課金だけど、まあ、でも私的にはしといた方がいい課金だと思ってます。無駄だけどね。誰か別の人が来ることほぼ確定してますので、さっさとね別の席に移って行きたいと思います。より移ってきました。で、ビクリーが快適ですね、広いわ。この今新幹線は先ほど言ったように在来線の車両ですので、まあこれ4列グリーン E4 系じゃないや、 E4 系か、400系自体は2プラス1でねすごい高価だったですけど、今この2プラス2で、まあ、在来線特急がね、まあ、今時代は2プラス2ですので、まあ、あんま変わらないんですけど、やっぱりその E5 系とかのグリーンに比べると横幅狭くなっちゃいますよね。それがちょっと残念です。このようにレッグレストがついています、電動。福島
島交通新坂線はお乗り換えです。福島で山彦号と連結をいたします。いやー、着きました。山形じゃないや、ここどこ、はあ、じゃあ福島です。福島に着きました。さあ福島です。ここから先は山彦号に乗り換えます。仙台方面の、本当はねこれ乗りたいですけどね、この200系の色ね、1本しかなくて3月末で引退ということで、多分自分もこれ見るの最後になるんじゃないかなと、ってちょっと目に焼き付けてます。せっかくだったら前からね1枚撮りたいな。この前団体列車でこれで盛岡まで200系から新幹線乗ったことはありましたけど、はい、では福島から乗り換えましたのは山彦293号の仙台行きです。この新幹線は隣の郡山を始発とした新幹線で、なんとグランクラスとグリーン車以外全車自由席というですね、なんと朝の通勤に特化した列車ということになっています。さらにこれ平日限定の運用になってます。まあ、見てください、これこの山彦293号に乗ってた人たちですけど、まさか郡山福島を移動するサラリーマンがこんなにいっぱいいるとは。これ県内移動がだいぶ盛んなんですね、この二大都市は。平日限定運用、新幹線通勤をするサラリーマンの味方でございます。ちなみにこの後山彦201号も来ますので、別に平日じゃなくてもですね、この全線の離島市のグループは成立することになっております。まもなく終点仙台です。仙石線、仙山線、常磐線、仙石東北ライン、仙台着きました。山形から仙台だったら仙山線で横移動した方が圧倒的に早いんですけどね、新幹線に乗るためですからしょうがないです。ではここから先は、青森方面にねまた北上していきたいと思いますが、次の、はやぶさ号、はやぶさ101号かな、51号だと全車指定なので乗れないので、各駅停車のはやぶさ101号に乗りたいと思います。森の都仙台です。あれなんかディズニーファンタジーのやつになってる、昨日まで久保志織のやつだったんですけど。ではそんな仙台に着きました。朝ごはんでも食べたいですね。いやちょっと吉野家で飯を食べたらだいぶギリギリになっちゃいました。やはりこう101号、じゃあはやぶさ101号で盛岡まで行きます。
本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号盛岡行きです。全車指定席で自由席はございません。次は古川に停まります。いろいろ確認している中ではやぶさ101号乗ったのがちょっと失敗だったかなと。いつも前々から、ね、いろいろ計画してたんですけど、この工程一つですね、鬼門となるところがありまして、この後のルートをちょっとざーっと言うと、今から盛岡に乗り換えて新青森、新青森から折り返して盛岡で、盛岡から秋田新幹線小町を一往復して、秋田から小町で東京に行ってっていうルートになります。で、その秋田駅の折り返し時間がなんと2分しかないんですよ。で、まあ、秋田新幹線結構ね、新幹線だから遅れるので2分遅れって大丈夫かと、折り返しが2分って大丈夫かって感じなんですけど、まあ、単線だからね、きっと大丈夫だろうと工程を組んでおりましたが、ちょっと不安になってきまして、で、実は私は吉野家に行った間にはやぶさ51号、こちら側の運転があったんですね。で、それの新青森まで行けて、で、指定席の権限を1回消費してしまうと、指定席を1回消費してしまっても東京にその分1時間早く着くんで、北陸新幹線の方の指定席分を削れるんですね。なのでそれを考えると、そのはやぶさ51号で新青森に先に1時間早く行った場合だと、なんと秋田駅で10分ぐらい折り返し時間が取れるので、多分相当なことがない限り折り返せるということになってます。ただ私たちはそれを見落としてまして、この今これに乗っているわけです。で、まあ本当に言うと指定席を消費しない人としては、福島で反対側に止まってたやまびこ51号に乗っておけば盛岡までさらにこれより1時間早く先着できたんで、まあいろいろちょっと夜中してますね。まあでも一応、まあ、秋田で2分乗り換えが成功すれば工程上では一応問題はないということに、東京駅次の長野駅で工程は、まあ、その安全ルートからルートに戻るみたいな感じになるので、ちょっとドキドキですが、秋田での乗り換えちょっと楽しみにしておいてください。せっかく雪を抜けてきたのに、また雪のエリアに突っ込んできましたね。眠りについていたら盛岡に到着でございます。盛岡に着きました。で、盛岡はこの先はやぶさ7号に乗ります。7号まで30分ぐらいあるかな。はい、では引き続き新幹線乗っていきます。盛岡ののははやぶさ7号で新青森です。はやぶさ7号は日本で今一番速い新幹線かな、なのですごい速いやつなんで、盛岡で言うと次新青森まで止まりません。座ることができるので、たまたま座席ね普通に空いてましたので、ね、座っております。結構盛岡の席で人が乗ってますね。
館で発車を行います。全車指定席で自由席はございません。次は新青森に参ります。車内は電気、トイレを含めましてすべて自由。この早草7号すごくて、東京で大宮、仙台、盛岡、新青森、新函館って全然止まらないんですよね。はやぶさっていろいろパターンがあるんですけど、仙台から先各駅に止まって盛岡まで行くやつと、盛岡から先各駅に止まりつつ新青森または新函館まで行くやつで、あとは盛、岡先、ちょいちょい八戸とか主要な駅だけを止まりつつ行くやつみたいなパターンですけど、これはね一番早いやつで、本当にもう主要都市以外止まらんみたいな感じの、随分ですねいかついはやぶさ号でございます。まあ、そんなはやぶさ号に乗ればね、次の新青森まで一駅ということで素晴らしいですよね。新青森に着きました。 JR 東日本管内の北の端です。いや北じゃない、東の端です。とりあえずみんな元を取るためじゃないけどね、この新青森の地に来るみたいな感じあるから、だいぶ人降りてます。この先に函館方面に行く人もまあちょいちょい人が乗ってるなって感じですけど、まあでも今までの混雑に比べたらもう全然違いますね。新青森出てきました。新青森自体はね、正直在来線の乗り換え来てだけで、何か、この駅自体何かあるわけじゃないんですけど、時間があればね、こっから歩いて15分ぐらいの青森健康センターっていうね、スーパー銭湯行きたいところではありますが、今日はね、ちょっとそんな時間はないので、また青森駅にね、ちょっと行く時間もないので、新青森着いてもそのまま駅に戻るという、トンボ帰りスタイルでね、一度やっていきたいと思います。なんかすげえ空ぶかしたタクシーいるんだけど。タクシー初乗り550円なの？安いですね。盛岡のタクシー700円って書いてあったんですけどね、東京でも今600円なんで、青森は随分タクシーがね良心的な価格で、まあ、でも田舎のタクシーはねだいぶ乗ってから上がりっぷりがちょっとえげつない上がり方をするので、気をつけないといけないですが、でも青森をね、存分に堪能したところでね戻っていきたいと思います。今回ね戻るってどこに戻んねんって感じなんですよね。東京が目的地じゃないっていう、もう変な人ですよ。やっぱ青森に来たらね、このラグノーのパティシエのリンゴスティック、これね有名なやつですね。これ食べていきたいですね。オーブントースターでリベイクしてみるとね結構美味しいんですけど、オーブントースターさすがにないから、まあちょっと青森っぽいもん買ってっか。新青森からはやぶさ22号で東京に行きたいと思います。結構混んでるっぽい、中途半端な時間でも結構人乗るんですね。こっからもう指定席取ってないので、指定席の空席を使うことになるので、人が来たら、毒という気まずい瞬間が訪れる可能性があります。それではこの席、盛岡まで空いてるので、ちょっとここに座っておきたいと思います。買いに来る人がいるっていうくらいに、どうやら人気らしい、この一口だらけです。この一口サイズのね、その青森県の名物のものがいっぱい入ってるって感じです。こんな感じでもうね、全部が青森名物、いろいろ楽しめていいですね。1300円です。では盛岡に着きました。ここまで1時間ぐらいですか。
ではここからまた秋田新幹線を攻めたいと思いますので小町号に乗ります。だいぶ時間が空いて13時35分の小町21号まで列車はないので、まあ約45分間、ちょっとねまた盛岡、昨日も実は盛岡来ててね、盛岡でご飯食べたりしてたんですけど、盛岡でまた時間ができてしまった。次の小町まで時間あるので、ちょっとせっかくなの一駅ね IGR 線でも乗ってみようかと。一回もね実は IGR 車両乗ったことなくて、まあ、走ったことはね実際 E653 系の臨時の特急電車であるんですけど、そうこの普通電車はね乗ったことないんですよね。この後のこのキュンパス、このキュンパスではねこの IGR 線も利用できるということでいいですよね。第3セクターの電車なかなか乗る機会ないですから、特にこの IGR 線の盛岡駅は完全に独立してまして、ここがホームなんですけど JR とも改札が全く違うので、IGR の車両本当にお目にかからずに盛岡から撤収していくっていうねことも全然よくあるんですけど、自分は見たことはあるけど乗ったことは初めてですね。一駅 IGR 青山駅に来ました。なんか新潟にもありそうな駅ね。元に青山駅、不思議な構造ですね。出入り口がこっちの八戸方面型には2つあって、盛岡方面型にも1つあるんですよ。で多分だけどね、それぞれに係員の配置がありそうな感じでしたね。なんか鉄拳は向こうでお買い求めくださいと書いてあって、そこにもおじいちゃんいたし、こっちは多分ね駅係員がいると思うので、この駅だけでまさか3人もいるのか、そんなことさすがにないか。周辺もね住宅街ですので、なんか割とまあ、しっかりね、乗降客は多い感じ。品川は何もないですね。結構駅だけだ。次は終点盛岡です。今ここに IGR の各駅の1日分の売り上げが全部載ってますよ。また盛岡に戻ってきました。てかこれ八戸まで3100円もするんですね、もし乗った場合。高ー。 JR 東日本経由、まあ、新幹線使わないといけないですけど、乗車券だけだったら1600円なんで、まさか2倍もするとは。第3セクター恐るべし。まあまあまあしょうがないですね、かわいそうだから。正直ねここでキュンパスを使ってもこの会社の儲けにはほぼ一銭もならないですが、青色の701非常にかっこいいなと思います。地方都市のタクシー見るの好きでね、たまに変な車いるんですよね。この街はプリウスばっかりだな。しかも旧型のプリウス、ハイブリッド性能がね悪、めちゃめちゃ悪い時代のプリウスです。あそこにはプリウスアルファもいるし、あでもまあコンフォート、ホンダのなんかよくわからない車、おおおい GR プリウスアルファ、あー GRトヨタガズレーシングスポーツモデルのプリウスのタクシー、誰だよそんなの。そんなので個人タクシーやる人いるんですね。 GR プリウスアルファタクシー、しかも五輪の記念ナンバーだからあれですね、白ナンバーで、しかもナンバー999銀河鉄道にかけてるんでしょうか。ちょっと盛岡のタクシー面白いので、ぜひ皆さん GR プリウスタクシー乗ってください。自分も乗りたいです。あれは GR プリウスアルファタクシーにまた盛岡に来た時に会えるかなと考えながら、早速新幹線で一度秋田へ来たいと思います。結構いい時間だったな。実はね昨日来た時も GR プリウスアルファタクシーって四駆の MT しかないんですよね、プリウス様に。いやこんな物好きな車誰が買うんだよとか思ってたんですけど、いやいるんだな。小町21号秋田駅に乗ります。小川崎も指定席の空席を、利用できる特例があります。こっからはね乗客減る一方なんで、空いてる席座っときゃまあ鉢合わせることはないでしょう。まあ座れそうですね。まあ、座れはするけど相席は確定みたいなぐらいなんで、ちょっとエコノミー症候群に なっても嫌だし立ってようかな。では出発しました。こっ
から秋田新幹線環状のために動いてまいります。秋田、これに乗ります。これに、いやもう初めの納豆やんけ。もう乗ります。はい、秋田滞在1分。
岩手銀河鉄道線はお乗り換えです。Thank you.
東京に着きました。東京ってすごいですね。どっから来てもなんか帰ってきた感じになりますね。帰ってきたっていうか、なんか旅行してるって感じに。私だけはね、あの東北をずっとぐるぐるしていて、あー東京は来たか、よしーって今なってます。はい、東京ひたすらぐるぐるしたらなんと家に帰るだけですかって言いたいんですけど、今から行くのは長野です。きつ、なんか長野か向こうの方。今新幹線白鷹号が走ってるんですけど、あれに乗りたかったんですよね。で1分乗り換えでもう乗り換えないこと分かったので、次の輝き号であれを追っかけようと思います。なのでまた40分ぐらい時計時間空くのかな。高崎じゃねえや、長野であの新幹線に追いつきます。東京のしょぼい川の出入り口、日本橋口で出ました。秋田から来てね、今から、ね、長野に出かけようと思うとね、気分はね地方出身者なんで、なんかお土産っていうかね、やっぱり駅弁とか買いたくなりますね。今日東日本ばっかりね乗ってるんで、たまにはちょっと JR 東海系のねあの弁当が食べたくなってしまったので、ちょっといろいろお買い上げ、自分がね好きなお弁当っていうのがあるんでね、ちょっとそれも食べたい。昨日のは左側21番線から輝き517号の金沢行きです。これね長野まで行きます。さっき出てったあの白鷹を追いかける感じになります。で長野で白鷹に乗り換えるということで、貴重な指定席の権限ここで2回目使うことで、まあ輝きはね物理的に乗れませんから、ここで、消費しました。実家のような新幹線ね。ベッドです。いやこれ美味しいんですよ。あとね塚田農場のあの有名なねチキン南蛮の惣菜のみのやつがあったんで、ちょっとねハイボールのおつまみ買ってきました。中身は東海道新幹線沿線の名物が入っていまして、これね本当に値段の割にはというか、あのバリエーションが豊かで、さっきの一口だらけじゃないですけど、そんな感じでかなり美味しいです。大宮です。実家のような安心感というか、実家だわ。それに今から乗り換えます。この中のに中の、ね、東京で出てったやつ、小町を降りた瞬間で出てったやつはこれです。一応ここからは運行携帯状態と JR 西の乗務員さんが運転しているという感じになっています。
575号金沢駅で一度 JR 東日本の一番走らぬ上越妙高まで行きたいと思います。いや、なんかエンディング感すごいけど、今から新潟に行くんだよな。正直ね、ここまで来るともうだいぶきついですよ。もう新幹線ってね、乗るとき特別感あるじゃないですか。あ、駅弁買ってこうとかね、遠いです、早く行っとかなきゃとか、いろいろね、乗る前に準備しようと思うことあると思うんですけど、ないっすよ、これもう本当にもうひたすら乗るだけ。ただ、まあ、楽しくないかと言われると別にそんなことなく、私は楽しいです。ほとんど寝てるけど、まあ、何も考えずにね、 YouTube 見たりとか寝たりとかしてるだけ、全部楽ですよね。次が上越妙高です。まもなく上越妙高です。越後ときめき鉄道は踊り替えです。上越妙高の次は糸魚川に止まります。来ました。上越妙高です。ずいぶん汚いなだけ。ひでえな。では妙高に着きました。折り返しは9時24分発の東京行きの白鷹号です。実は先週も乗ってるんですよね。新幹線乗りすぎたのと。いや、このバスはもうここから先もう行けないですので、ここから先西日本区間に入りますので、ここは限界。隣には一号ときめき鉄道新潟県の運営する第三セクターの会社がありますが、23時1分発の名古屋行き。でもね、これ乗ってもね、どうやら新潟に行けないらしいんですよね。だから新潟に行くんだったら、その新幹線で高崎行って新潟に行くというのがもう唯一の手段なんで、値段も張りますけど、新潟はね、新潟、上越妙高はね、アッパーホテルもあるし、東横にもあるし、スーパーホテルもあるし、チェーン店大好き、チェーン店ホテル大好き人間の私からしてみればね、神のような立地ですよ、本当に。もう妙高は。では、もう、
妙高の紹介したところで駅に戻ります。雨ですね、新潟。飯山降ってなかったのに妙高は降ってるなんて。そんな、では、長野から先の最終電車白鷹578号東京駅に乗ります。北陸応援パスのせいでね、自由席多分すげえ混んでんだよな。平日だからちょっと違うかな。どうでしょうか。座れなかったらちょっと悲しいですね。高崎まで結構かかるんだよな。あ、全然ガラガラですね。よかったよかった。新潟のイメージあんまないですけど、風味爽快にしては手に入りますので、俺たちの誇り新潟ですよ。今から高崎に向かってるのに新潟のビール飲んで、さらにその先新潟に行くって変ですね。家帰った方が圧倒的に近いもんな、今から新潟行くよりも。この時間からでも新潟行けるってやばくないですか。夜の10時半ですよ。よいかは寝る時間ですよね。林間学校だったらもう寝させられてますよ。というわけでここまで乗ってきた、白鷹578号ともお別れです。ちなみに高崎場面では時350号東京行きがあるので、まだ新幹線の最終地点は終わってないです。本当にこの時間に新潟どころか越後湯沢も行けるのかいと。すごいですね、11時半から行けるんだ湯沢に。そんなことを思いながらですね、今から新幹線も最後の列車です。いろいろありましたねって言っても、あんま本当にもう日本の鉄道がね定時で動いてくれてるおかげで、遅れた列車ってほぼないんじゃないですか。最初の初っ端の翼ぐらいじゃないですかね、遅れたの。あとはまあ秋田行く小町が若干遅れたぐらいで、ほぼ遅れてないで乗り継ぎができていますし、まあ、ちょっと危うかったのがね、あの秋田の小町の乗り換えですけど、それ以外に関しては本当にほぼ普通に予定通りに全てが進みましたから、感動ですよ感動。そんな感動を身にしめて感じている時に、時351号22時40分発新潟行き、こちらに乗ります。結構混んでんな。時351号、今回のダイヤ改正でなんと時間が変わる予定になってます。20分繰り下げになるんですけど、この1日で JR 東日本新幹線全部乗ってみたって企画、もう今後成立できなくなるんですよね。なので今回私は一時でもこれをやりたいと思ってやってきたわけです。それはもうなぜかというと、もう全部これのせい、これが20分繰り上がるから、あの白鷹との高崎での接続なくなるんですよ。理由としては列車の補修時間、補線時間の確保が目的で、列車の時間の繰り上げが発生するらしいです。20分繰り上げられたって新潟市区23時30分とかですからね。
自分を遅くまで走ってる新幹線の方だと思います。というわけで今から一度新潟に行きたいと思います。ラスト新幹線動き始めました。もうすぐ新潟です。朝の5時40分から新幹線11本ひたすら乗り継いできたここ新潟東日本新幹線、随分大きな路線網を持っているということが今日一日で分かりました。そして新幹線の速さ、これのおかげで1日で全ての新幹線に乗ることができたというのもね、新幹線の偉大さを感じられたポイントでございます。今回1万円というね、限りなく安い切符利用してこういう企画できましたけど、まあ、またねこういうのあればぜひね、それに近しいこと、まあ、今後この時号がね、時刻繰り上がりの影響でできなくなってしまうんですけど、これに近しいようなね、新幹線の偉大さをまた感じられるネタを取れたらいいなと私は思っております。雪の新庄から始まりましたが、最後は雨降る新潟で終わりそうです。外には新潟のごときスーパーハラシンが一瞬見えましたが、いろいろなスーパー、まあ、そこにね生活があるといろいろ考えると、いろんな文化を今回感じられたなと思ってすごいですね。例えば青森の人は東京に行くだけでもね、だいぶ旅行じゃないですか。でもそれ、青森から東京行く感覚以上に大きいことを、まあ、確実にやってるので、なんかただの旅行じゃない、なんか一生誰かにねこういうことやったんだって自慢できそうなネタを今やったと思いますが、どうでしょうか。停止運行をしているからであって、まあ、少しね遅れはありましたけど、ほぼ遅れなしでね乗り継げたというのが一番大きいかなと思います。これはもうやっぱり日本の技術力というか、そういうのを改めてね感じるところもありました。まあ、新潟これ雨というかちょっと雪っぽいですね。新潟市内で雪が降ってるのは結構珍しいかと思います。ちなみに、今23時50分くらいですが、私明日朝の8時ぐらいの新幹線に東京に戻るので、だいぶ睡眠時間が短くなりそうですが、ちょっとね、まあ、頑張りたいと思います。はい、
市内でこんなに大粒の雪が降るか、この時間ってのもあれですかね。時間を経ました。13時間とか14時間ぐらい乗ってたんでしょうか。ずいぶん長かったですね。いやーゴール、よっしゃー、長かった。本当に始発から最後まで乗りました。新幹線もお眠りのお時間ということで、電源が切れた新幹線も止まっております。まあ、自分ね、金曜日の昼間ぐらいからもうずっと新幹線乗ってるんで、もうすごい動画に映ってる以上にもう新幹線乗り続けたわけですが、いや本当にただ楽しかったです。結果論で言うとね、いろいろ見れたりね、新幹線の車両も違えば見える景色っていうのもね、当然街ごとに違いますから、それをねいろいろ見れたというか確認できたっていうのはなかなか、まあ車窓からですけど面白かったですね。では最後、この旅せよ平日 J がショーの旅キュンキュンパス、こちら使って今回乗ってまいりました。ちゃんと雪です。はい、というわけで今回はですね、新潟まで、新潟まで新幹線というか新庄からスタートして、JR 東日本の新幹線1日で全て乗ってみたというものをやってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。随分長い動画をお付き合いいただきましてありがとうございます。先ほどね、移動中の言葉を言わせてもらったので、もう長く語るのはやめておこうと思います。寒いです。早くホテルに行きたいと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。今回ね、どのくらい儲かったかに関してはちょっとご自身で調べてください。調べるのすごいこれめんどくさいんで、でも多分ね、もうなんだろう、多分6万とかそのぐらい得してんじゃないかなって思ってます。うん、ここから新潟まででだって1万3000ぐらい駐車券かかりますから、往復で2万6000円って考えても、まあ6万円、いやもうひょっとしたら多分10万円ぐらいいってるかもしれないですね。ではご視聴ありがとうございました。